あ、ナンパ男、今日もまたナンパしてるのでしょうか。ナンパ男ってずっとナンパしてるのかな。この前私スカートめくられちゃった。ナンパ男最悪だよね。ねえねえ、ナンパ男一体どんな一日を過ごしてるんだろう。ずっと女の子を追いかけ回してるんじゃないですか。ねえねえ、今日はナンパ男の一日を覗いてみませんか。それ面白そう。ナンパ男が何をしているか見に行ってみよう。あ、ナンパ男がメルちゃんに近づいてってる。きっとスカートをめくるのね。あの動きなんだか怪しい。あ、メルちゃん、髪にゴミがついてたよ。あ、ナンパ男、あれ、今日はナンパしてこない。ゴミ髪から取ってあげておいたよ。ありがとう。ナンパ男って意外と優しいんだな。メルちゃんの綺麗な髪、ゴミがついてちゃ台無しだからね。じゃあ、俺っちはこれで。あ、バイバイ。あ、あれれ、ナンパ男が普通にいい人で、メルちゃんがちょっと好きになりかけてる？ナンパ男って意外といい人なのかな？ふふふふふ。あ、今度はミサキちゃんの近くにやってきたよ。あ、ミサキちゃん、ミサキちゃん。え、ナンパ男、また今日もナンパしてくるのかな。いちいち断るのめんどくさいんだよね。ミサキちゃん、今日のそのお洋服すっごく素敵だね。え、そう？ミサキちゃんにすっごく似合ってるよ。じゃ、俺っちはこれで。あれ、バイバイ。私の服を褒めただけ？あれ、いつものナンパ男と違うような、なんかちょっといいかもとか思っちゃったり思わなかったり思っちゃったりして、ポッ、うわー、美咲ちゃんもポッってなっちゃった。ナンパ男って本当はいい男なのかも。もうちょっとつけて覗いてみよう。あ、ナンパ男が魔女のおばあさんのところにやってきたよ。ナンパ男って女性であれば誰でもナンパするから、おばあさんのこともきっとナンパするに違いないわ。あ、そこのお嬢さん。あんだって、あたしのことをお嬢さんって本当のこと言っちゃう。あんたは誰だい。僕の名前はナンパ男です。ねえねえ、お嬢さん、肩が凝ってるんじゃないですか？なんだか肩が痛そうだなと思ったので声をかけました。あらやだ、優しいね。そうなんだよ、肩が最近凝っちゃってさ。ですよね。あ、よければ僕肩叩きますよ。あら、いいのかい。ありがとう、よろしく頼むよ。はい、トン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 、ヒノの2トン。はい、終わりです。ありがとうね。じゃ、僕はこれで。いい男だね。私があと100歳若かったら惚れてたとこだね。魔女のおばあさんまでも虜に。ナンパ男って本当は素敵な男の人なのかな。だけどなんだか怪しい気がするな。もうちょっとついてってみよっと。今日は俺っち一回もナンパしなかった。実は俺っち、モテる秘密が書かれてるこんな本をゲットしちゃったんだけど、この本によると、女の子にはしつこくするよりも少し優しくして、さりげなくその場をすっていなくなる方がモテるんだって。もうナンパしたくてナンパしたくてうず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 しちゃうけど、この本の通り効果が出れば、可愛いプリキュアたち全員ナンパして全員を俺っちの彼女にしちゃうもんね。グフフフフ、スーパーナンパ大作戦って、あれ、プリキュアたち。あれれれれ、もしかして今の全部聞かれちゃってたりしちゃったりした？やめて、無言の圧力が一番怖いんだって。俺っちの作戦がバレちゃしょうがないな。もう開き直ってプリキュアたちナンパしちゃおう。プリキュアたち5人まとめて俺っちと遊ばない？絶
対に。いや、だよね、とほほ。ねえねえ、動画を見てるそこの天使ちゃん、俺っちがモテる方法教えて。コメント欄にどうすれば俺っちがモテるか書いてくれると嬉しいな。はあ、もうナンパ男っておかしな人って思ったらグッドボタンを押してくださいね。チャンネル登録もお待ちしてるよ。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。